モナローは世界中のユーザーが運営するノードの分散型ネットワークによって維持されています。ノードはブロックチェーン履歴の配布、暗号の検証、新しいピアツーピア取引の送信という3つの重要な機能を提供します。ノードがなければモネロネットワークは存在しなかったでしょう。自身のノードを管理することでモネロユーザーは最も安全でプライベートな環境を体験できます。ノードはインターネット接続と十分なハードドライブ容量があればどのコンピューターでも実行可能です。最初に起動するとネットワークと同期し、他のピアからブロックチェーン全体をダウンロードします。時間が経つにつれ取引が増えることでブロックチェーンも成長し続けます。ハードドライブの容量が不足している場合はプルーニングによりブロックチェーンのサイズを3分の2に縮小可能です。プライバシーや健全性には影響しません。ノードを実行することはモネロを使用するための必須条件ではありません。多くのユーザーは公式コアウォレットや信頼できるサードパーティーのウォレット、モバイルアプリを使用してリモートでノードにアクセスしています。これはノードのオペレーターがダウンロードしたブロックチェーンへのアクセスを許可するオプションがあるためです。リモートユーザーは自分のプライベートキーでブロックチェーンをスキャンし取引を送信できます。リモートでノードにアクセスしても XMR の量や送信先が明らかになることはありませんが、悪意のあるユーザーが不正確な情報を中継したり、高い手数料を請求したり、 IP アドレスやアクセス時間を記録する可能性があります。このためリモートユーザーはオニオンルーティングを活用し、信頼できる友人のノードを使うべきです。特に販売者やアクティブなユーザーは自分のノードを運用することが推奨されます。アクティブなノードを使用するとダンデライオンプラスプラスによってプライバシーが強化されます。ノードを実行中、観察者はあなたが取引を送信しているのか、他のノードやリモートユーザーの取引を中継しているのか判別できません。個人のノードから送信される取引は他の中継取引に紛れ込みます。これにより他の取引の背後に自身の取引を隠すことができます。したがってアクティブなノードでは観察者はあなたがブロックチェーンをスキャンしたり取引を送信しているかを判断できません。ローカルまたはリモートで送信されたモネロの取引はステムフェーズで隣接ノードにステルス転送されます。その後グラフフェーズで他のノードと取引を共有します。ステムフェーズが複数のノードを通過することでグラフフェーズの開始が不明瞭になります。それにより監視者が元の取引の発信源を特定するのを防ぎます。モネロノードは全ての取引の基盤となる重要なコアコンセプトです。 getmonero.org をチェックして今すぐあなたのノードを実行しましょう。